皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。ペコです。よろしくお願いします。お願いします。はい。前回ですね、はい、止水鑑定団のステーションチャレンジの方に参加してきたんですが、はい。まあ敗北と、結果敗北ということで、ボコボコで、まあ、続きまして2連戦になりますね。はい。次の日のお宝アットマーケットおゆみの店さんのステーションチャレンジラウンド4に参加してきました。はい、行ってきました。なんでね、そちらの動画をぜひ、見ていただきたいんですけれども、はい。一番最初にですね、あのジュニアクラスの決勝戦から、はい、ご覧いただく形となります。でそして、僕たちのマシンの紹介ですね、はい。左側が、ペコさんの MA シャーシになりますね、はい。MA シャーシのホエール、はい。ホエールの、カメムシクサクサ号。そうですね、カメムシクサクサ号になりますね。サイズはあれや、ね、昨日 の、 あのホエールとはちょっと違いまして、はい、こちらはやっぱちょっと体重計が大きくなりましたよね。そうですね、台形。どっちかというとトップスピードを稼ぐような形のマシンとなっているようになってます、はい。で僕の方がですね、はい、太ももキュンキュンフェニックスになりますね動画で動画で一緒に作った簡単 MA に、はい、フロントバンパーですね、こちらピボットを搭載した形となります、はい。そうですね、なんでもうほぼホエールですねホエール MA、はい、ホエールとなります。はい。で、注目していただきたいのが、このマスダンの量ですね。これもうすごいアジャストマスダンパーしかついてない。軽めにして、はい、ちょっと皆さんタイヤ径が小さいマシンでやっぱ戦われると思うんですよ。そうですね、それを予想して、まあ、ちょっとスタート置いていかれないように軽量かと、はい、軽めのマシンに仕上げたというような感じになっております、はい。タイヤ径が 27mm、前後ともメインではスーパーハードが当たってまして、はい、ダミーの方が僕の方はノーマルと。ノーマルで。ノーマルですね。ペコさんフロントこれローハイトじゃないですね。ローフリクションですね。ローフリクションのリアが、ハードで、はい、ハードになるということで、はい。ローラー系はペコさんが 13mm、僕が、9mm のダブルと。そうですね。いうような形になっております。はい。じゃあそれでは早速ね、ジュニアの、決勝戦の方からご覧ください。どうぞ。はい、ということで、ジュニアクラスの優勝決定戦となります。はい。でね、これ見てください、女の子が決勝まで上がってきておりますよ。すごいすごいでしょ。はい。これね、ジュニアもやっぱりね、早いんですよね。早いですね。これがジュニアですよ。バンクもちゃんとスルーしてね、低いジャンプでちゃんと止めるもんな、1枚を。2周目になります。すげえ早い。ちょっと女の子のマシンはちょっと置いてかれてるような形となってますが、はい。3周目どうでしょうか。さあ入るか。これが入ってしまうと、まあ、優勝が決定と。はい、 おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで、はい、ジュニアの優勝者と、もう一人ね、あの大人の方と勝負になります。はい、はい、スタートしました。そして回ってきた、あれ2台しかいない。あれ、これはね、一番最初のスタートしてからの一枚着地、そこがこう飛んじゃってる感じですね。これね、早いんですよ。開始1秒ですね。開始1秒、1秒コースアウトで飛ぶのは最速でしたよ。飛ぶのは最速、優勝ですね。優勝しましたよ。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ペコさんの第1ヒート第1ですとなります。はい、お相手はピロキさん、カートマンさん。そうですね、ね、はい、はい、スタートしました。さあ行け。スタートして3台、3台行け。え、あら、レーンが、あ、レーンが後ろから追いかけて、あら、あら、ちゃんと走ってる人の方をぶっ飛ばした。はい、迷惑な人はね、ちょっと置いておいて、はい、すいませんでした。決勝戦となります。はい、これね、見たことあるでしょ。うわ、これ、ね、まさかたけちゃん選手になります。はい、もう一人の方はね、あんまりちょっと会ったことがないので、お名前まではちょっとわからないんですが、はい、お二人ともね、決勝まで上がって、とても速い方ですね。速いですね、これは。でもね、皆さんやっぱスピード抑えてらっしゃるんですよね。バンクスルーはもうしっかりして、たけちゃんさんが入ってゴールと。ゴール、おめでとうございます。第2ヒート、シロッコ1回戦となります。はい、今度こそ勝ちたいよね。2回戦に上がれるか。スタートして初速はですね、悪くないんですよ。 お結構離してますね。今1位で回ってきて、はい、2周目どうなのかといったところなんですが、さあ、まあトップ、おっと、でも追いつかれてきた。そうなんですよね、ちょっとバンク当てちゃってるんで、バンクが遅いんですよ。バンクにブレーキが当たっちゃってる状態なんで、とりあえずパワーで引きずってはいるんですが、3周でゴールと。おめでとうございます。ありがとうございます。白っ子第2ヒットとなります。はい、スタートしまして、はい、ほら、もう1人しかいない。あら、1人いない。1人いなくなったでしょ。どこ行ったの。誰がいなくなったと思いますか。1人しかいないでしょ、もう。違うよ。え、今俺トップで走ってるから今それ K スタイルさんだからこれ今俺トップだから。違うから、これ完全にね。
めちゃくちゃ早いですくそ乾杯だ、ありがとうございます。ということで第2ヒートになります、はい、決勝になりますね、決勝戦、ヨーヨーさん対ケースタイルさん、はい、もうねどこでも見るよねこの2人 ね決勝に、もう本当の確率言いますね、高確率でいいところまで上がってきてますもん、ね、すごいな本当に早いですね、ということで、ケースタイルさんが今回飛ばしていく感じとなっておりまして、はい、後ろから、ヨーヨーさんが安定した走りで追いかける形となったんですが、ヨーヨーさんがですね安定勝ちとなりそうな空気なんですけども、はい、さあどうだ、抑えていきたいですね、6周ですからね決勝戦は、そうなんですよね、6周勝負となるとやっぱり抑えて走った方がいいのかなといったような、そうですね、感じではありますよね、はい、さあファイナルラップか、おお綺麗な走りですね、バンクスルーからのジャンプ、そして着地、これがファイナルですね、すいません、ファイナルで6周長えな、6周長い6周長いはい、ゴールおめでとうございます、ありがとうございます、はい、白っ子ファイナルヒートとなります、はい、お相手はケースタイルさん、カートマンさんとなります、そしてスタートしまして、相手が速い人ばっかり、そしてこれね、もうコースアウトしてるんですよ、もう捕まえられちゃった、もう捕まえられちゃった、最初の一枚着地のところでね、もうすでにコースアウトしてそこからこう試合が始まってる、試合が始まる、そこからの試合が始まる、コースアウトしてから試合が始まるんですよ、早いな、はい、そしてゴールおめでとうございます、はい、ペコさんファイナルヒートとなります、はい、お相手はガガンさんですね、ガガンさんですね、勝てるかな、やばいぞこれはい、スタートし、スタートはペコさん優勢かな、お、行ってますよ、ペコさん優勢でバンクスルーもできてね、だいぶセッティングが仕上がってきたようですね、そうですね、仕上がってきて、さあこうバンクスルーも進んできて、いいぞいいぞ、いけ、入っております、あれあれ、音もここいる、ひっくり返っちゃった、そういうことなのよ、はい、ファイナルヒート決勝となります、はい、亀さん選手対、ケースタイルさんですね、はい、もうね、またケースタイルさんが決勝まで上がってきてるんですよ、強すぎる、本当にどうなってんだとどうなっているんだとどうなっているんだ、すごいよね、ということで、今ケースタイルさんが先行する形になっております、で後ろを追いかけてくるね、こう亀さん選手が、はい、これね、FMA なんですよ、新型じゃないですか、新型シャーシです、普段メインで、はい、VS を使われてるんですけれども、はい、ね、うわーすごい、これね、デッドヒートなんですよ、 VS も速いけど、FMA も、はい、すごい速度、あーっとコースアウトしてしまいました、あさあ、どうだこれは、これで最終ラップになる感じですかね、はい、これで入ってしまえば、カメさんの優勝ということになります、おめでとうございます、ありがとうございます、FMA いいな、はい、ということでお弓のお宝マーケット総合優勝決定戦となります、はい、タケちゃん選手がですね、はい、先ほどコースアウトで失格ということになりましたので、はい、お二人でのですね総合優勝決定戦となります、はい、ちなみにこの3名の方たちそれぞれもうすでにチャンピオンになられてると、なられてるとということで、チケットを持っていると、持っている、すごい、どういうことなんですか、僕たちがこんだけ今欲しがっているのに、悔しい、悔しいスタート、悔しいスタート、そして、カノさん選手が今先行している感じですね、はい、後ろからヨーヨー選手が安定の走りで追いかけるというような形になっております、かなり速度出てますね、出てますね、早いな、さあ結構差が開いていましたけれども、どうだ、入れば勝ちと、入れば勝ちですね、もうこんだけ差が開いたのも入れば勝ちですね、入れば勝ちですね、うわ飛ばないぞ、これ全然飛ばないですね、すごい、これでファイナルラップ入る、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 ラストのテープと超えてゴールと、おめでとうございます、おめでとうございます、くそー、欲しい、欲しい、おっとこれ誰ですか、あれなんで喜んでるんですか、これは誰なんですか、よしとか言ってますよ、喜んでるぞ、はい、ということで、はい、知ってる方がね優勝する姿を見ると自分も優勝したような気分になるんで、そうですね、結果的に僕が優勝したとどういうような形になってるんですが、はい、いややっぱりね、早いみんな、早いみんな、どういうことな、もう早いし、なんでそんなに入っちゃうのっていうようなね、そうですよね、もうセッティング合わせてもすごい、そうなんですよ、いや、 やっぱりね、ちょっとやっぱマシンの作りを一から見直すことを、はい、ちょっと考えさせられるような大会でしたね、そうですね、なんで僕はですね、次回、まあ、また今両軸やってるんですけども、はい、元々のメインシャーシの、はい、FMAR をもう一度作ろうかなと思ってまして、復活ですか、ちょっと復活しようかなと思ってるような感じなんですけれども、はい、まあ、どうしてもやっぱ欲しいよね、
まだ参加できるところがあったら参加したいと思いますが、ちょっと間に合うかどうかちょっと分かんないんですよね。あるかな残ってるかなということで、今後のですね、はい、あのスケジュールといたしましては、はい、X シャーシを、最終章やっていくと、はい、いうような形になっておりますので、はい、そちらの方もですねぜひご覧ください。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。